ばんは。いいよ。かわいいでしょ。かわいいお顔。おとなしいじゃん、偉いじゃん、珍しい。こんばんは。ももちゃん呼ばれたよ、今お兄ちゃんにね呼ばれたね。下行こうって。でもね、今は光の部屋にいるのだ。こんばんは。ヒカのお部屋にいるのだ。こんばんは。かわいい。こんばんは。こんばんは。あ、ギフトありがとうございます。梅いらっしゃい。ギフトありがとうございます。梅ちゃん登れる？ベッドの上乗れんよね、きっとね。あ、ギフトありがとうございます。なに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 、あ、眠たいの。かわいいね。寝てていいよ。梅、おいで。うん、大丈夫。もかわいいからね。ひかるのワンちゃんってなんていう名前？ひかるのワンちゃんかわいいね。ありがとう。この子は、この茶色の子は、桃太郎。ね。かっこいい名前つけたんだけどね。気が弱いです、すごく。あの、黒い子がもう一人いて、黒い子は、梅っていう。気が弱いからさ、それがまた可愛いんだけどね。こんばんは。おとなしい、珍しいじゃん。どうした？今日どうした？明日急に噛みついてくるとかやめてね。今日優しくしたからって。寝るの？こんばんは。雨やんだかな？雨はね、降ってる。降ってるけど、なんか昨日ほど。あ、首絶対しんどい、それ。はい。さあさあさあ。君、かわいすぎ。ヒカの膝の上で寝るんだって。浦島太郎という名前にはしなかったのね。いや、なんか確かになんか桃太郎と浦島太郎と金太郎ってセットじゃないですか。セットではないけど、まあなんかね、なんか一緒にしがちじゃないですか。そうだから、なんか桃太郎って名前つけた時に、あ、なんか浦島太郎と金太郎になるのかね、次来る子はどっちかかねっていう話をしてたんだけど、だから女の子にさ、浦島太郎金太郎つけたらさ、かわいそうじゃん。ね、そうだから女の子だから。行っちゃうの？おひり。こんばんは。何してるの、それ、ぬいぐるみ。au の CM か。あ、そうですね、金ちゃん、うらちゃん、ダメ。
なりました。まあ梅はあのまあお姉ちゃんがつけたんですけど、梅はというか梅も桃太郎もお姉ちゃんとお母ちゃんがねつけたんですけど、そう氷川あの名前名付けに全くかかってない。そうなんかいつの間にかなんか決まってた。ギフトありがとうございます。女の子なら白雪姫いや親指姫。あでもそうだよね、なんか白雪って今なんか姫までつけるとあれかなと思ったけど、白雪なら可愛いかもって思ったけど、梅黒いぞ。白雪っていう見た目ではないなと思ったからダメですねやっぱり。ギフトありがとうございます、こんばんは。ギフトありがとうございます。日本酒じゃないんだから日本酒の名前なの。わかんない。こんばんは。あーギフトありがとうございます、こんばんは。っしゃいこんばんは。あー初見さんありがとうございます。黒糖、あ黒糖って可愛いかも。黒糖おいでおいで。でも多分ね黒糖っていう名前つけても黒黒って言うと思う。黒おいで。確かになんか可愛い、なんか食べ物の名前つけがちだよね。うん、ね、こんばんは。皆さん甘いもん寿司に行ったことある？ないかも。うんないですね。あ、ゆうじろう、え、かわいいじゃん。なんか、ジャパンっていう名前ですね。なんか結構、なんか食べ物の名前でなんかバニラとかショコラとかキャラメルとかつけがちじゃないですか。つけがちっていうとあれなんだけど、まあなんかヒカの小学校でその名前のウサギさんたちがいたっていうだけなんですけど、はい。でもいいですね。いやまあ桃太郎もねもうジャパンなんで。なんかマイクに風が当たる音がしてる。あー気にしないで、あの暖房つけさせて。そう暖房なんです、割と聞こえちゃうんですけど、ちょっと暖房つけないとね、もう石川は寒いんで。お石川県が美肌県ランキング1位になったよ、おめでとう石川県。でもね、ヒカ美肌じゃないからダメだ。ちょっと肌荒れがすごい、鼻とかすごいよ、皮がむけちゃったもん。猫は飼ってない、猫は飼ってないですね。急にむせた、びっくりした。びっくりした。はい、猫は飼ってないです。ちょっとアレルギーがあるので触れないんです。大丈夫大丈夫。ごめん、あの本当に急にむせた。びっくりした。石川ってもう雪降ってる？雪は降ってない、まだかな。あー焦る焦る。
話したからむせた。だったらごめん。あ、全然違います、違います、関係ないよ、大丈夫大丈夫そう、なんか急に来ただけ。たまにあるやつよ。配信来た瞬間むせてたから焦った。まあそうやね、急にむせるとね、ごめん、焦るよね、ごめん。あ、ギフトありがとうございます。全然、いやいやいや全然、でもそれは仕方ないごめん、頭働いてないな今日、仕方ない。光る寝起き、寝起きじゃないよ、ずっと起きてたよ。そう、お風呂入ってベストヒット歌謡祭見て、うん、こんばんは。ショールームを始めて、ゴリって言うた。強いて言うならお腹が空いている。そう、お腹空いてるからだよ、頭回んないんだけど。夜ご飯ね食べてないのよ。そう、夜ご飯食べてないの。そりゃお腹空くよね、頭回んないよね。てか食べ物ないと、そう、ご飯食べないと頭回んないから。昼過ぎになんか雑炊作って食べて、いや今日のご飯はそれだけ。あ、そ、あああああ、そんな日もあるさ、そんな日もある、あるあるさあるさ。明日は食べよう、朝ごはん何食べようかな。ワックワック、仕事あるって言ってたもんね。あ、まあそうですね、昨日とおととい食べ過ぎちゃったからさ、お菓子を食べたからさ、ちょっと抑えようと思って。でもなんか違うんですよ、なんかお昼、まあ朝ヨーグルト食べて、でまあジム行って、でなんかジム行ったらお腹空いたから、まあ雑炊食べてたんですけど、その後日か、ね、寝てて、そうだ、気づいたら寝てて、珍しくお昼寝して、そうお昼寝したらなんか、まあ、お腹空いたなと思ったんだけど、お風呂入ろうと思って、お風呂入ったらさ、お腹いっぱいになっちゃって、そう、温まったらね、なんかお風呂入るとお腹いっぱいになるよね、なっちゃって、いっかと思って。そうだから別になんかめちゃめちゃ今日、昨日いっぱい食べたからね、今日は食べないとかしてたわけじゃないんだ。たまたまこういう結果になってしまった。何雑炊食べたの？なんかサンラータン的な感じの、そう、お酢とかお酢とラー油入れて、あと椎茸と、味付けは鶏ガラスープの素とお醤油と、最後にお酢を垂らして、あとラー油、そう、美味しいんです。いや最近ね本当に雑炊めっちゃ食べるんだよね。なんかち
少ない量のご飯でなんかお腹いっぱいになるじゃないですか。うん、なんかいいなと思って。そう、体もめっちゃ温まるっていう。そう、普通のね白米よりね体がね温まる。そう、ポカポカしてくるね。おすすめ。あとはね、なんかね普通に酢とかラー油入れないで鶏ガラと醤油、あのお野菜、人参とか玉ねぎとか白菜とか適当にバーって余った野菜入れて、そう、お水の中に入れて、でまあ鶏ガラと醤油で味付けして、まあ、煮立たせるじゃないですか。で、あの玉ねぎがね半透明になってきたら、じゃーっとご飯も入れて卵も入れて雑炊作るのも美味しいです。そう、もう私はね楽なご飯ばっかり作ってるからそう、すごいなんか野菜も取れるし体も温まるしお腹もいっぱいになるし、そう、雑炊マジで便利。なんかねあれだね、ちょっとダイエットしたいなとか、そう、なんかご飯の量減らしたいなって思う人はなんか雑炊とかにすると本当にお米が結構膨らむのでいいかなって。そう、ひかはねもうご飯大好き人間なんで、まあ、毎回毎回白米を食べてると食べ過ぎになっちゃうんですよ。そう、だから少しご飯の量減らして雑炊とかにして野菜も取ってって。野菜嫌いなの野菜嫌いっていうかサラダが好きじゃない。そう、サラダ食べなきゃだよね。うん、分かってる、分かってるんだ。そう、でもねラーメンは食べない。ラーメンはねたまに食べる。お茶漬けでもいい。あ、お茶漬けもいいね。お茶漬けもね美味しいよね。小学校の頃一時期ずっと毎日毎日ね朝ごはんに鮭茶漬け食べてた。偏りがすごくてね、ひかのご飯って。お鍋の締めは麺類派ご飯派。ね、平野家でねなお鍋の締めという概念はございません。そう、ないんです。そうそうそう、もう初めからうどん入れちゃうし、なんならそのうどん入れてご飯も持ってきて食べるし、もお鍋の日はだから、まあ、味噌なんで、家の味噌鍋なんで、まあ、ご飯にも合うしうどんにも合うし何にでも合うんで、まあなんか炭水化物のオンパレードで食べます。そう、初めからだからうどん入れて、そう、煮込んで、でプラスお鍋のにうどんとかお野菜もう持ってお皿に入れて、でプラスお茶碗にご飯。そうだからね、お鍋食べるときはね結構いっぱい食べる日だったりする。そう、ちょっと気使うとなんかまあうどん少しに、えのきとお鍋はなんかお肉とかよりえのきと豆腐が好きなんですね、何より。そうなんでそれを多めに食べてとか、お好み焼きとご飯みたいな。そうね、そうそうそう、そうなんです。ね、美味しいよね、大好き。平野家はもう味噌鍋。そうそうそう、鶏野菜味噌言えば鶏野菜味噌でございます。鶏野菜味噌のお鍋でございます。皆さんね、鶏野菜味噌食べてみてください食べてみてください。こんばんは。
ギフトありがとうございます。鍋も野菜たくさん取れるもんね。そうなんですよ、本当にそう、めっちゃいい。もつ鍋食べたいな。ギフトありがとうございます。もつ鍋食べたい。もつギフトありがとうございます。こんばんは。キムチ鍋もいいですね。鶏野菜味噌で、ね、キムチもありましたよね確か。こんばんは。あ、 RF1 のサラダ製造工場で働いてます。え、そこのは好き。美味しいよね。あ、美味しいサラダありがとうございますね。駅とかに結構あるお店が。もつ鍋の味はやっぱり味噌ですか？食べたことないんでね、もつ鍋の味が分かりません。鶏野菜味噌と旭川ラーメンコラボカップラーメンなら食べたよ。こんばんは、こんばんは。え、え、おいしい。え、ラーメン、え、本当にね、鶏野菜味噌ね、なんかそう、ひかの家はね、うどんなんですけど、絶対ね、あの、ラーメンの麺入れても絶対おいしいから、合うから。これはもう断言できる、絶対にうまい。カナとナギちゃんのコラボみたい。確かに。もつ鍋は胃もたれ深き。そうなんだ。いやでもひかもね、結構胃もたれする人なんですよ。まあ普段がね、あんまりあのたくさん食べる人ではないんですね。だから一気になんか外食とか行ってすごいたくさん食べると後々胸焼けと胃もたれすごくて、そうめっちゃ胸痛いし、なんか胃も痛いし、うわマジかってなる。そう少し後悔する。いやでもね美味しかったからね、そうそれはそれで満足なんだよ。こんばんは。ね、なんかどうやったら治るんだろう。食べ放題向きではないんだな。あ、そうだと思う。ひかね、あの短時間でお腹いっぱいになるんです。そう、量とかで言ったら、あのすぐお腹いっぱいになるし、あの少なめなんだけど、でもお腹減るのが早いんです。そこからの。だから間空けてだったら割とたくさん食べれるんだろうけど、あの間空けずにこの時間内にあのたくさん食べれるよっていうのだと多分私は無理です。僕は光るの大好きすぎていつも胸が痛いです。それはちょっとあの胸痛いのはちょっと心配だ。そう、胃があんまり大きくない、プラス消化が早いのかな。お腹はでもだからたくさんあのまあ食べて、あお腹いっぱいになったなと思っても、あの1、2時間経てば割とすぐよしってなる。よし食べれるぞ。ニフトありがとうございます。そう本当に嫌だわ。昔の方が食べたよね、量で言ったら。うん、昔の方がめっちゃ食べた。給食のおかわりとか普通にしたし。デザートは別腹だよね。あ、デザートは別腹。うん。それはそう。なんかさ、前髪がさ、割れるし、なんか束が一つ太いやつある。
近油物を控えてるせいか久しぶりに唐揚げを食べたら胃がもたれた。ああるよね、うん、そう、しかもそんな感じ、なんかいつも少なめに食べてるから急になんか大きいものとかを食べるとドンってくると、おっ、うわ、胃が、そう。給食は何が好きだったの、何好きだったかな、ちゃんぽん麺とか好きでした。ちゃんぽん麺とか揚げパンはなんかそんなだったんだよな。あ、フルーツポンチ的な感じも好きだったし、あとはさ、なんか唐揚げみたいなの出るじゃないですか、こんくらいの中、唐揚げじゃないけど味付けはなんだろうな、うん、ちゃんと覚えてないんだけど、そう、出たりすると大好きでしたね、嬉しかった。そう、ちゃんぽん麺好きだったな。あとね、餅の、お餅の入ったお味噌汁みたいな、これ前ショールームで言ったらそんなのないよって言われたんだけど、そう、あるんですよ。ギフトありがとうございます。お餅の入ったお味噌汁、そうで、なんかあの確認してくれたんですよ、息子、あの息子、子供がいる方が、あの給食でこんなん出るのって確認してくれたら、そう、本当にあったみたいでね。給食のラーメンぬるかったな。あー、氷川のところはね、なんか割と給食室であの作ってくれてたので、そう、小中とね給食あったんですけど、ちゃんとどっちも給食室があって、給食室で作ってくれてたので暖かかったです。だいぶ違うね。そうね、地域でだいぶ違う。給食センターじゃないの？給食センターがわからない。給食室があった、学校内に。そうそうそう、給食センターはあれかな、運んできてくれるところかな。給食室がありました。そうだから、そうそうそう、なんかある程度したらね、お昼近くなってくるといい匂いしてくるんですよ。そうで、みんなでね献立見て、あ、今日これかそう、これ美味しいよねとか、あ、これあんまり好きじゃないなってあげるよとかいう話をし始めるっていう。そうでしたね、氷川のところは。献立でカニとか出たことあるの？ないです。一部の学校ではあるっぽいけど、うん、石川でね、なんか氷川もニュースで見たことあります。でも氷川の学校はなかったです、出ることは。そう、だからそのニュース見るたびに、あー、いいなー、氷川の学校でも出ないかなとか思ってたけど、そうかなー、うん。給食って美味しいよね、氷川大好きだった。食べ残しは許されたん？まあなんか許されるっていうより、なんかもう次の時間が始まるまで残ってる子とかいるから、もうそういう場合はさ、あの次の授業始まって食べてろとは言えないじゃんだからそういう時は、うん、かな。でもまあ基本的にはみんな食べてたけどね、ちゃんと。まあなんかあげたりもらったりして、そうそうそう、工夫して食べてましたよ。そうだから、氷川も基本的に残すことはなかったし、なんかまあ決まってます、でもあげる人なんか大体そう何人かいて、
まあ男子なんですけど、そうやっぱり食べる子は食べるじゃないですか。だからあのこれ苦手なんだけど今日いるとか、まあ、あの中学校からね牛乳が飲めなくなったんで、途中からそう牛乳飲めなくなって、だから毎回同じ子に牛乳あげるってそうはい、もう牛乳配られたらあいらないからはいあげるよって、飲めないからってあげてましたね。うん、女子同士ではあんまりしなかった、食べないからあんまり。そうね、でもねだんだんね自分の量減らしてもらうようにしたそう、あの盛り付けるもらうときに、あーごめんなんか少ないのちょうだいって言って、ひはリンゴシャーベットとかデザートあった、あったね、あのカチコチのみかんとかありましたよえみたいな、冷凍みかんでもね、なんかクレープにねアイスみたいな挟んであったやつとか美味しかったし、なんかケーキ、クリスマスの時かな、ケーキが出たりはしました。まあ、ちっちゃいね箱のケーキだったけど、うん、あとタルトみたいなやつとか美味しかったな。バイキング給食とかあった？なかった、それはなかったかな。いいねバイキング給食って雪見大福はない、なんか層が出た記憶がある、層、アイスの層、うん、かな覚えてるの。こんばんは、チラシ寿司とか出なかった、あーなんかそんなは出た、なんかチラシ寿司っていうのかなあれは、まあでもなんかチラシ寿司っぽいね、なんか酢飯大好きだったからさ、あのなんか手巻き寿司の日とかあったんですよ。まあ具はね納豆ときゅうりと卵ととかだったんですけど、まあでもそれぞれねみんなご飯と好きなもん入れてみたいな、あツナとかだったんですけど、私酢飯大好きすぎて、あの海苔で巻いて食べることがなかったです。海苔揚げてました、なんかそのご飯をねおかわりする子とかもいるから、そういう子にあ海苔揚げるって言って、そう揚げて酢飯のみを食べるっていう、で具材はもらった卵とかきゅうりとかツナとかの、そう具材は後からなんか単体で食べるみたいな感じでしたね。酢飯本当に好きなんですよね、今でも好き、うん、普通の白米もいいけど。昭和ですがバイキングでした。お、いいですね。え、バイキングってでもどんな感じなんだろう、楽しそう。ピンク色の粉が買ったご飯とかなかった、なかった、桜伝武かな、うん酢飯大好き。唇の乾燥がやばい給食にマグロ、マグロ出てきたのやばい、それはやばい、争奪戦になるわ。ミルメイクが苦手だった日かね、ミルメイクがもう分かんないんですよ。そうミルメイク分かんない、
ときはググるのだ。あ、知らんわ、全く知らん、知らん。牛乳しかデザットないよ。牛乳とあとなんだっけ、運動会の時になんか凍った飲み物が出たことはある。そう、凍ったなんかちょっとだけ味ついてる飲み物をもらったことはある。ミルメイク、あ、石川県にはないだそうです石川県ないそうです。あ、そっか、あるんだ。聞いたことはあるかな。うん、本当だ、石川県民知らないですね。知らんやっぱり地域でちょい変わるんだよね。でもたまにありませんでした、なんか今日はどこどこの献立ですよみたいな、何県何市の献立ですよみたいな。うん、あとは海外のここら辺の給食ですよ。そうそうそう、ご当地給食、そうそうそう、そんな名前だった。こんばんはね。それはあったかな。生徒が考えた的な、いや、なんか学校の多分給食の人たちが考えてくれたっぽいやつ。ゆうひとありがとうございます。うん、あ、もちろんなんか生徒が考えたっていうのもあった、確か確かね。もうなんか覚えてないんだけど、あんまり。少々お待ちを。まだ最近やんか。いや、もう3年前は最近じゃないよもう覚えてない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 ね。嫌な思い出は残るんだけどね、こういう時ってこういうの残んないんだよね。うん、ギフトありがとうございます。そうだからね、なんか好きな給食も聞かれたじゃないですか。なんか知ってるやつで、あ、これ好きだったなと思ったやつしか、そう、出てこないから、多分ね、実際いろんな献立出してもらって思い出したらもっと好きなやつがあると思う。学校で給食を作ってることが一番の驚き。あ、本当？なんか光るところはね、本当にもうずっと昔からそうだったので。そう、なんかあの給食センターから、まあ、運ばれて給食が出るっていう地域があるって知って、そっちの方がびっくりだったかな。うん、うん、そうかな。そう、なんか全部ちゃんと給食室が学校にあって作ってってもんだと思ってたから、勝手に。そう、こんばんは。クジラの竜田揚げの時は嬉しかった。あー、なんかそんなん出た気がする。え、出た気がする。でもなんかその時な、魚あんまり好きじゃなかったんだよねそう、なんかもう魚好きになったの本当にもう高校入ってからとか、もうまあ中学の最後とかよね。そうだったから、魚って感じだった。だから、あのお魚が出るとね、お魚ごめんね、給食室の方もごめんなさい、お魚って思っちゃってた。そう、
冬休み前日の給食いつもケーキがデザートだったから明日から冬休みとワクワクしてたな。あーでもわかる、わかるな、わかる。クジラは魚だろうか。魚でしょ。え、魚じゃないの？肉？魚だよきっと。私は魚だと思っている。あの私の部類、あの何？頭の中で分けるなら魚にカテゴライズされます。なんでみんな知ってんの？え、お肉なの？絶対魚だって。だってクジラ、海を泳いでるじゃんクジラって。え、違う？そのクジラでしょ？お肉なのか。ちくしょう。哺乳類だとさ、あのお肉になるの？なんかまずその違いも知らなかった。あ、そっか、まあそうだよね、魚類になると魚だもんね。そうだよね、納得ができない。全然納得ができてないけど、私の中では魚です。私の中では魚なんだ。え、やばい、絶対ここになんかできてる。ちょっと待って、あーなんかできてる。すごい顔。じゃあエスカルゴはカタツムリでしょ。カタツムリはカタツムリっていうカテゴライズ。そう、カタツムリはカタツムリよ。もう肉とか魚とかいうわけじゃないから。そう、野菜でもないじゃん。カタツムリよ。食べたことないけどね。なんか勇気がいるよね、ちょっと。美味しいんだろうけどみたいな。あのサイゼリアとかにあったりするじゃないですか。私冒険しない主義なんで、そう、毎回なんか割と同じもん頼むっていう。貝なの？あ、待って、ちょっと待って、アラームがちょっと待って。え、エスカルゴはカタツムリじゃないの？つぼ焼き？あんまり好きじゃなかったな確か。サザエなんか味がちょっと独特だった気がする。うん、いやでもさ、なんかわざわざ食べんでもいいと思うって言うけどさ、美味しそうじゃん。ちょっとだけど美味しそうじゃん。なんか美味しいっていう話じゃん。しかも気になるんです。そう、でもね、安定を取るか挑戦を取るかって言ったら安定を取っちゃう人なんだ私は、食べ物に関しては。だってさ、まあもちろん食べ物ってさ好みがあるじゃないですか。で挑戦して、あんまりちょっと自分の好みの味ではなかったなってなった時に、その食べたのもったいないじゃないですか。安定を取っとけばさ、確実に美味しいものが食べれる、私の好みの味が食べられるってことじゃないですかってなったらさ、安定取っちゃうよね。そう、冒険をしない、できない。昔からね、ちょい食わず嫌いのところがありまして、昔ほどね食わず嫌いじゃなかったけど、なくなったけど、
頑張るね。サイゼリアに行くことがもうあんまりない。最近行かなくなったな、あんまり外食をね。そんなすることないし、なんかしてもなんかめっちゃお寿司を食べに行くんだよね。いくらやカズノコは食べられる？あ、カズノコは好き。いくらはねあんまり得意ではないです。まあなんかいくら軍艦は食べれますけど、うん、あんまりあの好きか嫌いか、まあ、苦手かって言われたらちょっと苦手に入るかな。そういくらはカズノコは好き、大好き。こんばんは。魚卵はそこまで好きではないの？いや、そんなことないよ。タラコとかマコとか好きだし、うん、なんだろう、イクラのなんか味濃いじゃないですか、少し。それが苦手で、味濃いの苦手なんです。はい、ギフトありがとうございます。そう、味濃いの苦手で、そう、なんか濃いじゃないですか、ちょっと、うん、イベントって何ですか？説明いたしましょう。でちゃんと説明をしなきゃいけない、こういうのね、私がねお願いしますって。ショールームランドキャンペーンというものをしてまして、20万ポイントを達成したメンバーには好きなテーマパークに行こう、いつでも使える旅行券をプレゼントということなんです。はい、だからぜひ協力してくださると嬉しいなっていうことで、でファンの方は視聴者ランキングでランキング上位500名に入ったらレインボースターをプレゼントですよっていう、そういうイベントとなっております。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ギフトありがとうございます。そうだから、マコっていうのは、マコって何、なんて言ったらいいんだろうね。なんか家ではねちょいちょいマコが出るんですけど、家まひかマコ、マコ大好きで。ギフトありがとうございます。マコ、マコとは、石川だけかも、あ、かな、なんか家ではねちょいちょい出ます。なんか何、なんか煮るとっていうか、なんかボワーって卵が出てくるんですよ。それが美味しくて、そう、皮も美味しいし、石川の郷土料理なんだって。あ、そうなのらしいです。それ調べてみよう、みんな調べよう。そうマコの煮つけ、そうあ、マダラの子なの、あ、そうこんなやつ、え、これおいしいの。これは本当においしい、大好きです。ギフトありがとうございます。はい、フォローしました、ありがとうございます。おせちに入ってたりする、確かになんかそういうイメージあるわ。いや、でも引かんところおせちじゃないから、なんか割と普通に出るな。そう、美味しい、ぜひ食べてみてください、皆さん、おすすめ。
誰が作ってくれるの？各地で作ってください。きっとねレシピが載っているはずです。各自で作ってください。本当はね私が作ってお届けしたいんですけどそうお届けしたいんですけどちょっとできないので。あ、ほらほら作り方載ってる載ってる、ちゃんと載ってるよ。ぜひ作ってみてください。大好き。やっぱり食べ物の話しすぎて お腹鳴ってるわお腹鳴ってるわ。うちの地域おせち食べる習慣ないからな。ひかもです。そう、ひかの家もおせち食べないです。だからお正月はまあお寿司とかすき焼きします。はいちゃんとした本当におせちは食べたことがないというか、まあ、なんかあんまり多分食べないんですよ普通のおせちだと。なんか栗きんとんとか何昆布締めとかなんか、まあ、あんまり家では食べなさそうなメニューなんで。そうお正月になるとねすき焼きとか、まあ、煮物とか揚げ物とかねすごい朝から作ってくれて、はい、もう大好きなものばっかりで、なんだろう、大好きなものしか並ばないっていうくらい、はい、いっぱいなんで。カズノコは食べないの？あ、カズノコはね、去年は食べました。カズノコはなんかお兄ちゃんがもらってきて、そう、それをあ、まあ、いとことね、いつもお正月は元旦ご飯食べるんですけど、なんかカズノコの、なんだろう、あれおひたしじゃないか、なんかわかんないけど美味しかった、作ってきてくれて。そう、伊達巻きとか食べたことないんです私。うん大晦日豪華で食事、正月はあまりも食べるちまあでも豪華だからね、そのあまりもんならきっと美味しい、大丈夫大晦日はまあお蕎麦食べてお寿司食べてかな。うん、だからまあひかのところは、まあひかの家はお正月の方が豪勢かな。お寿司、お刺身、揚げ物、煮物、すき焼き、まあ他にもちょっと出てきたり。おせちを大晦日から食べる家です。食べきれないからじゃない？やっぱり大晦日はエビ天よね。エビ天しかね、うどんの中に、うどんじゃないかなお蕎麦の中にねエビ天入れるの好きじゃないの。なんか衣ふにゃふにゃになっちゃうのがやだお母ちゃんからおせちしてるやんって泣かれたんだけど。そうそう、だから別々がいい派だから、なんかまあ大晦日とかね卵のっけて、なんかそのエビ天のっける写真とか送るじゃないですか。ごめん、あれお母ちゃんのそう、私はいらない派なんで、そう入ってるやつ見かけたら、あ、これは違う人の写真撮ったんだなって思って。なんか、いや、おせちっていう概念ないじゃん、だっておせちじゃないじゃんって思ってるんだけど、違うの？私はおせちじゃないと思ってたんだけど、あれはおせちなのか。かぶら寿司とか大根寿司って食べる？あ、食べないです。食べない、食べないね。うん、
おせちじゃないって絶対。何おせちって何って思ってるんだけど。待って、人それぞれね、あの家によってね多分違うと思うんだよ、その定義というかなんかね、そういうものが違うと思うんだよ。すき焼きじゃん家。ヒカルンのおせちイコール重箱に入ってるイメージ。そうそう、重箱に入ってて、で なんだろう、もう栗きんとんとか伊達巻き、何、まあ昆布締めみたいなやつとかなんかだと思ってるから、だからそういうのが出てこないと多分私はあのおせちだとはそう思わない。あ、ほらみんな好きなものしかねって言われたから、そうそう、だから多分みんな好きなものしか作ってないから私はおせちだと実感をしていないっていうだけ。いやでも毎年ありがとうございます、お母様おばあ様ありがとうございます。本当にね、美味しいもんありがとう。今年も期待してるで。今年も期待してるで。ちょっとプレッシャーかけといた。なんかもうそういうのもね全然知らないの。まあなんか一つずつ意味があるじゃないですか、ナマスとか。あ、美味しそう。うん、ね、なんかそういうのは素敵だなって思います。来年もすき焼きとお寿司かな、かながいいな。なんかすき焼きとは聞いた気がする。え、どうなんだろう、違ったらどうしよう。そう、ナマス好き？おお、私は苦手だ、苦手だ。煮物は出るよ正月。あ、じゃあ煮しめで出てるってこと。あ、おせちじゃん。急におせちじゃんとか言い出す。身の代わりが早いっていう。今年はヒカルンが何か作ろう。寝てたーい。お正月は朝寝てたよ。いやだってさ、台所をさ、ね、おばあちゃんとお母ちゃんがさもう占領してるからいいんだよ。ヒカが入る隙はないよ。ね。ヒカルンの強い要求ですき焼きなんじゃないの。え、いや全然要求はしてない。全く。そうでも毎年なんか今年の正月何するのって言ったら、まあすき焼きと寿司とかかなって言うから、あーじゃあそうなんだなと思って。私はね、福袋が欲しい、今年は福袋買いたいって思ってる。私もね、福袋ね、どこの顔って感じだけど。やっと仕事から帰宅、おかえり。こんばんは。そうそう、バーゲンしてるからね。そうなんですよ、そうなんですね。ついついお財布の紐が緩くなっちゃいますよね。うん、そう、ついヒャッハーってなっちゃって。ヒャッハー、わー安なってるってな。そう、テンション上がっちゃうからついつい買っちゃうんだよね。宝くじも買いましょう。え、宝
宝くじってね、なんか確かに当たったらいいなってなんか夢見るけどさ、当たるもんなの？そう。なんか夢見たことあるよ。そう。今実際に当たってる人もいるし、当たらないわけではないんだろうけど、え、実際どうなんって感じ。そう。まあ買わなきゃ当たらないからね。まあそうよね、うん、そうだよね夢を買う、まあそれはそう、本当にそう。まあワクワクするしね、うんうん、それはそうだわ。本当に買うかは分からん買うかは分からん。そう、だ結構なリスクじゃん。リスクの方がちょっと高くない？そうだから、いやちょっと買ってみようかなって思ったことはある。ギフトありがとうございます。どうしようかな、そうって思って、結局何もせずに終わっていくんです。さあ当たったら人生変わっちゃうだろうね。まあそうだよね。宝くじ1等当たったら何買う？家まず家を買います。まあ家を買うでもいいし、まあ、リフォームでもいいし、そう、まあね、もうここもずっと住んでるんで、うん、かな。あとはまあお洋服、まあちょっとブランド急にこういう人にはね、多分当たんないのと思うこういう欲がいっぱいな人にはきっと当たんないんだろうけど、そうでもなんかやっぱり一回お店に行って買ってみたいんだよね。まあルイ・ヴィトンでもなのかコーチなのか、うん、いやルイ・ヴィトンがいいなそう、まああとはね貯金、まあひかもなんか将来きっとねやりたいこともあるだろうし、まあ、将来的にどうなるかは分からないから、貯金しといて損することはないと思うから、うん、かな。当たったら秋葉に住む、あいいじゃんいいじゃんいいじゃん、劇場に来やすいね。でもなんかそうやって考えるだけでもちょっと夢があるよ。私は多分こん欲深いから当たらないなんかいつも思うのは、きっとなんか買ったことも忘れてね、そうなんかあ買ってた、そういえば買ってたなって、そうなんかあんまり気にしない人、なんとなく買った人とかが当たりやすいのかなって思っちゃうから、うんかな。吠えてる吠えてる、ママママ、そういう人が当たるってない聞くよね。そうそうだよね、そうしかもそう思うもん。私は絶対当たらないと思ってるだって欲しいものだらけじゃん。 あれがしたいこれがしたい、ちょっとね、買ったらね、神棚に置いてきっとね、その、まあ、当選発表とかあるじゃないですか、もうその日までね、あとどれくらいかなって考えてねってやってる人だから、多分無理こんばんは。だからまあまあまあな、いつかもしかしたら買うかもくらいじゃないかな。当たったらいいなって思っとこう、もし買ったら。いや
内心すごいきっと当たれ当たれ当たれってね思ってるんだよな。中学生の時はとて一時あるよねきっとね。そうなの、ちょっと狂うよねきっと金銭感覚がね。だから今はまだ買わないきっと、多分おそらくそうなんか、うん、お300円で200万、え、すごい、それはすごい。そういうね、そういうね、羨ましい羨ましいよ。いいな、スペイン旅行か。スペインもの食べ物美味しそうだしな。多分ね、きっと当たればいいなくらいにきっと思ってたんだと思う。そうだよね。しかもね、そうなれるようになれるまで買わないきっと食べる崩壊、いや、いろんなところあるじゃん。違うの、スペインの観光地が思い浮かばなかっただけなの。スペインといえば何って思ったら、あ、パエリアおいしいだろうなって思ったから、多分この話した。スペインの観光地はどこだ。サグラダファミリアなんかどこも綺麗じゃん。あんまり聞いたことなかったけど私。サグラダファミリアは有名よね。綺麗綺麗、映えそう。カサバトリョ、すごいな、本当にアートアートアート、え、マジアート。いいな、海外行ってみたい。こんばんは。マジ憧れる。いや本当にこういうのも夢を買うんだよな。そうだよね、夢を買うんだもんね。そうだよね。今ちょうどなんかワールドカップ最終予選やってるじゃん。こんばんは。夢は変えるのか。なんだろうね。いやなんか実際本当になんか、まあ例えば芸能人になりたいとか女優さんになりたいっていうものはまあ変えるものではないですよね。そう、でも、まあ、宝くじに関しては、まあ、もしかしたら当たるかもしれないっていう夢を買うんじゃない？そうそうそう。かな？そう。実際本当の夢は買えないよ。お金でどうにかなるものじゃないよ。そうそうそう。
う努力次第。何枚買うの？買わないよ買わないよ、買わない買わない。ギフトありがとうございます。僕はヒカルンという夢の船に乗ってます。ありがとうございます。素敵ね。なんかね、ポエム書けるんじゃないポエム書けそうだよ。みんなやっぱり買ったことあるの？なんかみんなのコメント見てると買ってそう。年末ジャンボだけは買います。あー、たくさん買ったね。おおってねやっぱり経験はあるのか。しかもいずれ経験するのかないずれ経験するのかな。お、そうね、確かに。お、買ったことないよ。まあそうですよね、買ったことないよっていう人ももちろんいますよね。ロトは好きな数字選ぶやつ。あ、そうなの？あ、なんかそういうのも楽しそうだね。たちの頃からジャンボは毎回買ってる。お、いいですね。もう30分になるんだね。そうだな、40分になったらランキングいって45分くらいに終わります。今日配信777とか選んじゃいなよ。当たらないけど。うん、しかもね、頭をよぎった。あー、なんかラッキーセブンって言うからさなんとかすごい縁起よさそうとか思ったけど、多分そういうのじゃ当たんないんだろうなと思ったこんばんは。今日も光を見て疲れ吹っ飛んだ。サンキュー、イエーイ、見に来てくれてサンキュー光るんなら1と2級は選ぶでしょう。いや、光はね、そんなんで選ばないかな。自分の誕生日では選ばない。うん、そう、光だったら例えばアニメの好きなキャラとか、まあ例えば桃と梅とかの誕生日とかになんか合わせちゃうかも。どっちかって言ったら、そう、自分の誕生日よりになっちゃうかも。
ビギナーズラックでも怖いよ、それ怖いんだよ、そういうのは怖いんだよ。腰疲れたんじゃない？いや全然大丈夫、腰は大丈夫。ビギナーズラックはなかった。あいちゃん。そうよね。わかんないな。あ、ギフトありがとう。私にも分かりません。初の劇場公演で最善だった。お、え、でもあるよね、そういう時あるよね、なんかいいことが続くというか。買うの？内緒にしとく。いやまだ買う、買うって言ってない、言ってない言うとない、言ってない、言ってない。待って待って、まあ分かりません、本当に分かんない。うん、突然大きな本棚の前から配信しだしたら当たったと思っとく。いや、いつもねベッドで配信してるから、多分ねどんなに大きな本棚が来てもそこで配信することはないと思う。そう、ベッドで配信してます。運転免許は持ってません、車も買いません。大丈夫、言わない言わない、あのまだわかんないって。わかんないって。早い早い、みんな早いよ。こんばんは。ヒカのベンツ見たかったな。棒読みなの？そこは少しだけ気持ち込めてほしかった。少しだけでいいよ、少しだけでいいから気持ち込めてほしかった。まあまあまあ、ヒカルンさんは助手席でナビいじって。そうですね、あ、正解。まあ前いつもそうです、お母ちゃんと出かけるときはね、ヒカまだ免許持ってないんで助手席でナビ設定してかな。自分が運転するのは想像ができないからね。こんばんは。なんとかなるよ。何その点は、一回の点は何だったんだ、打ち間違い、それとも恋。当たってるんかい。そう、当たってる。ナビはいじります。
って入れてって言われるから。光鍋さっきの道左でした。あ、たまにあるよ。なんかやっぱりナビでもさ全部が全部出してくれるわけじゃないから、そういう時はヒカの携帯で案内するんだけど、あ、ごめんもう今んとこだったわ。そう、あ、恋ですか、よかったです、はい、よかったですどんな車が欲しいですか。あんまり考えたことなかったけど、まあ、クラウンが好きです。私は見てる分には、うん、昔からなんだろうね。なんかお母ちゃんにあのその王冠マークついてるじゃないですか。なんかそれを見て、あれ、あれなんていうのって、ね、あれクラウンって言うんだよって聞いてから、あのクラウン通るたびに、あれクラウン、クラウン、あ、クラウンって言っちゃうそう、なんだろうね、そう、王冠マークがなんか好きみたいであとね、なんか白と黒なんかちょっとあのなんだろうな、あるじゃないですか、ちょっと低めの車かな。そう、そういうクラウンなんですけど、そうなんか好きで、渋いのか、渋いのか、そうなんか好きでね、かっこいいなと思っていつも見てる。うん、まあそうね、高級車、高級車、まあ、高いとは聞いたことある。うん、なんかそれ以外をあんまり知らないっていうのもあるかな。うん、いやでもまだ免許取らないから大丈夫、買うこともない大丈夫よ、買わない買わない。白と黒パトカーじゃん、あの白か黒、なんだろう、すごいかっこいい、よさげなさ、ちょ、社長さんとかが乗ってるやつってあるじゃないですか。そう、あれなんか憧れがあってね、なんかかっこいいなと思って。トミカで我慢なさい普通の車は別に今はそんなかな今もそんなかな。あ、本当に詳しくないから。お、40分、はい、ということで今日はここでランキングいきます。はい自分でやってちょっと恥ずかしくなっちゃった今の言い方がちょっとぽいなと思ったんだけどうちの車はクラウンじゃないの。クラウンではないですね。何かわかんない今のわかった？え、わかんなかった？あるじゃん芸人さんのネタで、あーいっていうあるじゃんね、なん2回しちゃったじゃん、わかってよわかってよ。そうそうそう、斉藤さん、ジャンポケの斉藤さん、はい、いきますランキング13位、ハリヨシさん。12位、ソルキチャットヒカチューブさん。11位、ドブリューワイヤ都会の守護神さん。10位、トシーベビースターマンさん。9位、カイさん。8位、バンちゃん。7位、ギャレスアトナナレンジャーさん。6位、サトちゃん。5位、谷口ひろきさん。4位、カボタン。3位、プリーズアットヒカチューブイン山梨さん。2位、カキ焼き鳥連合オレンジか酔っ払いお化けが配信通り過ぎます。止まって一旦停止。1位、ユータットヒカチューブさんです。ありがとうございます。ということで、ギフトいきます。赤髪の山さん、ゆうちゃんさん、さとちゃん、宮本浩一さん、猿吉さん、うどさんです。呼ばれてない方挙手でお願いします。イベント頑張ってね。ありがとうございます。いや、はい、ゆうこさん
なんかはいらないんだよ。はい、カボタン、ゆうたさん。なんか思い出しちゃった思い出しちゃったじゃないか、昨日の。プリーツさん、タッチさん、カッキーさん、ごめんなさい、なんかもう言わん。あ、今日言ってたっけ。はい、大丈夫そうですかね。ありがとうございます。はい、よいしょ。うん、皆さんもね、ずっと同じ体勢でいったら体固まっちゃうから動かしてね。よし、鎖骨もっと出ないかな。無理やり出す鎖骨、普通にするとね、ない。なんかすごく嬉しいな。それはよかったどう返したらいいのよはい、ということで今日はこれで配信終わりたいと思います。サービス、いや見えなくなったわ、白飛びしちゃったわ。白飛びして何も見えないから、はい、ダメね、そういうことはしない。なんか眠い、なんか眠いな、寝よう。なんか鎖骨、鎖骨だもん。なんか鎖骨って何はい、もうということで終わります。配信、皆さん見に来てくださってありがとうございました。そしてショールーム、インスタグラム755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。はい、それでは今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり寝てください、ゆっくり休んでください。今日昼寝したからね、寝れるかな。気づいたら2時間寝てた。皆さんもね、ゆっくり休んでください。それではまたね、バイビー、ありがとう、バイバーイ、おやすみ。おやすみなさーい。イエイイエイ。